急に呼び出してすまない。実はあれからサチの様子がおかしくなり始めて。さっきからずっとこんな調子なの。何をしても反応がなくて。もう一度サチさんを解析してみたんです。そうしたらブラックボックスが大きくなってきていて、このままではサチさんの思考機能がブラックボックスに飲み込まれてしまう可能性があります。それだけは絶対に避けたい。協力してくれないか。ありがとう。それで具体的にどうするつもりなんだ。このままここで彼女を囲んで心配していたら何か変わるのか。エイジ君、僕は事実を言ったまでですよ。アスナさん、ユイ、解析をしていて何か気づくことはなかったか。何でもいいんだ。とにかく今は一つでも多く情報が欲しい。そうですね。強いて言うなら、ブラックボックスの形が妙だったということでしょうか。ん？どういうこと？うまく言えないのですが、何か硬くて光るもの。そう、まるで氷や鏡の破片のように見えたんです。破片？このクエストの名前は夜の女王よね。何か関係が？女王、ガラス、破片、何か聞き覚えがあるような。そうだ、あのお話。心当たりがあるのか、アスナ。うん、雪の女王っていう童話があってね、昔お母さんに読んでもらったことがあるの。悪魔の作った鏡の破片が男の子の心に刺さっちゃうお話。そのかけらのせいで男の子は悪い子になっちゃうの。あ、知ってるかも。友達の女の子がその子探しに行くのよね。そう、男の子は雪の女王に連れ去られちゃうんだけど、友達が雪の女王の宮殿に行って男の子を連れ返すの。もしもこのクエストがその話を下敷きにしているのだとしたら、クリアすればサチの記憶が戻るかもしれないってことか。断言はできないけど。童話を下敷きに？ GGO にしては珍しいクエストね。そうですか。よくある話じゃないですか。カーディナルシステムのクエスト自動生成機能を利用したゲームの場合は確かに珍しくはないわね。クエスト自動生成機能を使用したゲームでは世界中の伝承をもとにストーリーが自動生成される。でも GGO はその機能を導入していないのよ。クエストは全てザスカー社が作っているはずなの。確かに GGO のクエストは SAO や ALO とは違う雰囲気だったわね。もしかしてザ・シード・ネクサスが GGO のシステムに干渉している？そんなことは。いや、待って、完全にありえないとは言い切れないかも。もしザ・シード・ネクサスの影響でこのクエストが発生したのなら、何かの話を下敷きにしている可能性は高い。だとしたら早くこのクエストをクリアしなきゃね、キリト君。そうだな、急ごう。そうだね。
この調子だ。クリティカルだ。狙いましょう。アスナ、キャプテン、いける。なんだこれは。扉が凍りついてる。くそ、この奥に幸を助ける鍵があるかもしれないのに。レイちゃんがいるのに扉が動く気配はなし。ということは何か別の条件が必要なのね。もうすぐ朝だ。今晩中にその条件を見つけるのは無理だろう。そうね。ここは一度解散して、また明日改めて作戦会議を。いやダメだ。キリト君、サチの様子はどんどん悪くなってる。次にログインした時、サチが無事とは限らない。俺はここに残る。みんなは言ってくれ。この扉を通るための情報はここにいては集まらないだろうし。たった一人でダンジョンの最終部に。このままサチを放ってはいけないんだ。もう二度と会えない可能性だってある。またそんなことになったら。お前だったら私も残るよ、キリト君。二人でサチさんを守りましょう。アスナ、ここをキリト君たちに任せて手がかりを探しに行くとしても、手当たり次第じゃ時間がかかりすぎるわ。そうね、せめて何か手がかりがあれば。お、どうしました、マスター。扉に何か。あ、本当です。どうしたの。実はここに来る前に雪原エリアにいたのです。雪原エリア、夜の女王クエストと同時期に解放されたエリアですね。間違いない。そのエリアがこのダンジョンを攻略する鍵だ。よかったね、キリト君。はい、私たちに任せてください。サチ、あと少しだけ我慢しててくださいね。すぐに雪原エリアをクリアして戻ってきますから。やあやあ。おかえりなさい。あんた、まさかずっと起きてるわけじゃないわよね。どのくらい寝たの？食事は？まあまあ、心配なのはわかるけど、ここは固いこと言わないの。残念ながら、お前がいない間も攻略はほとんど進んでない。何回かあの建物に突撃かけてみたんだけどね、吹雪のせいでどうしようもないんだよ。私もいっぱい応援したんだけどね。残念。
あとは謎のオブジェクトのことなんだけど。そっちはセブンが解析中。あの子のことだからそろそろなんとかなるんじゃないかな。みんなお待たせ。噂をすればセブン、何かわかった？ええ、もちろん。あのオブジェクトはある特定の周波数の音を増幅する装置みたい。音を増幅、つまりそれはマイクみたいなものってことかい？おおむねその認識で間違ってないわ。用途は全然違うけどね。あのオブジェクトはただ単に音を大きくするだけのものじゃない。指向性を持ったある種の音波へと変換して殺傷性を持たせるのよ。音響兵器か。音響兵器？何それ？音を利用した兵器のことよ。ほら、音って要するに空気の振動じゃない。使い方によっては物を壊すことだってできるのよ。声でコップを割る歌手なんてのもいるわね。なるほど。状況的にあの施設の攻略はその音響兵器を使う必要がありそうね。セブン、使い方は分かった？もちろん。リズムとメロディーを伴った人間の声に反応するみたいよ。リズムとメロディーを、それって、その通り、歌よ。私とお姉ちゃんにぴったりね。あ、セブンにぴったりなのはわかるけど、レインもそうなのか？ええ、お姉ちゃんもアイドルを目指してるの。歌もとっても上手なんだから。ちょっとセブン、いいじゃない。どうせ今からみんなの前で歌うんだからね、お姉ちゃん。うん、わーよし。上手。セブンの歌は知ってたけど、レインもやるな。仲のいい姉妹なんだね。いいな。みんな、どうやら歌を楽しんでいる余裕はなさそうだ。音につられてエネミーがやってきたぞ。生歌を BGM に暴れ回るっていうのもなかなか悪くないわね。いやー、次から次へとエネミーが、キリがないよこれ。セブンちゃん、レインちゃん、そっちの調子はどう？ごめんなさい、頑張ってるんだけど。純粋に音量不足みたい。せめてもう一人いれば。人？うん、仕方ないわね。あら？ない敵人がいたわね。ユナちゃんと一緒に歌えるなんて。あ、私も負けないから。すごい。
けそう。3人とも頑張って。施設が気が止んだ。すごい、3人ともお疲れ様。これでクエストクリアかな。報酬は ない。レア武器は、レア弾丸は、どういうことよエメ。いや、施設は完全に沈黙しているし、これ以上続きがあるとは思えない。レアアイテムの噂はガセネタってこと？そんなのありかよ。まあ、吹雪のおかげで雪中戦のセオリーが身についたし、ある意味レアな体験といえばレアだったのかな。そんな綺麗事じゃ気が済まないわ。そうだ、これからこの辺りの敵を狩り尽くすわよ。レアアイテムが出るまでうさばらしにもなって一石二鳥。どう？今から？まあ私はいいけど。よし、決まりね。クレハちゃんとセブンちゃんたちは、行かなきゃ。ユナちゃん、どこへ行くの？私、もう少しこの世界を見て回るわ。そうなの。また会えるわよね。うん、一緒に歌えて楽しかった。またね。待ちなさい。あなた、それでいいの？ええ、私はこのためにここへ来たの。ここで最後まで生きるために。そうなら私には止める義理も権利もないわ。ただね、あなたの歌とても良かった。いつか一緒に歌いましょう。人さん、今のどういうこと？なんでもないわ。それより狩りを始めましょう。一緒に来るわよね。あら、そうなの。残念。それじゃあ私たちだけでも行きましょうか。マスター、キリトのところへ戻りましょう。あのと、おかえりなさい。ありがとう。さっきボス部屋の氷が溶けたよ。サチは大丈夫なのですか？それが…少し前からこんな風に苦しみ始めて。時間が惜しい。一刻も早くボスを倒そう。